少し早めにスタートさせていただきまして、でこれぐらいの雨であれば最初にですね、この山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんに傘回しの花笠踊りご披露いただきまして、その後指導していただいて皆さんに成長花笠踊り踊っていただきたいなと思うんですね。はい、これぐらいの雨であれば皆様にもね踊っていただけるかなと思いますので、ちょっと状況を見て、はい、その時また判断させていただければと思います。はい、それでは早速山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんに踊りを披露していただきたいと思います。お願いします。
力強い傘回しのね花笠踊りご披露いただきました。この熱い踊りが雨を止ませてくれたような、ね、感じがしますね。皆さん踊れそうです。ではですね、今から四面楚歌の皆さんからご指導いただきまして、ぜひ皆様に花笠踊りを覚えていただいてですね、今日この後午後6時10分から山形市役所前で和踊りのコーナーがございます。また花笠パレードの最後尾ですね、はい、飛び入りのコーナーもございますので、ここで踊りを覚えていただきましたら夜もぜひご参加いただきたいなと思います。で、今花笠ファンお持ちでない方、お持ちでない方いらっしゃいますか。はい、はい、今スタッフ配りに参りますので、ぜひ参加してください。はい、今からね踊っていただくのはスタンダードな花笠踊り、誰もが踊れるという踊りでございますので、ね、今の豪快な、ね、傘回しはなかなかねすぐには、ね、できないところですけども、はい、みんなが踊れる踊りですから、ぜひ参加していただきたいと思います。はい、あと花笠ファン持ってない方いらっしゃいませんか。はい、アピールしていただくと大丈夫でしょうか。はい、それでは花笠の成長踊りの指導させていただきます。とまず一番最初に傘をこう平行に持っていただいて、膝にこうトンって当てるような感じで最初あります。そしたら歌が始まったら、まず傘を傘の花じゃない裏面を前にしてポンと叩きます。これを裏面、表面、裏面、表面とこう今しめそかメンバーやってくれてると思うんですけど、こう見せて手の前でポンと叩くような動きを4回します。1回、2回、3回、4回やったら傘を正面に出します。正面に出したら次は左、右と払います。そしたら今度左から1回、2回と前に出してあげて、次右側から1回、2回と出してあげます。そしたらちょいちょいで1回膝にポンと叩いて、こう傘を目線に出します。その後左側を見る、右側を見る、あ、もう逆ですね、間違えました。右側を見る、左側を見る、そしたらちょんがちょんってやったら、こう前にまたポンポンとしながら、まあ、前進していきます。そしたら最後ヤッショーマカショシャンシャンシャンの動きになるのですが、はから、はい、傘は左、右、左のトンってなりながら、右回りに、は、やっしょー、まかしょ、シャン、シャン、シャンとこう、足をこう、L字のような形で、え？あ、右ですね。すいません、右でした。右、左が分かんなくて申し訳ないです。傘は左からなんですけど、体は右回りで、やっしょー、まかしょ、シャン、シャン、シャン。え、傘も右で、あ、間違えました、ごめんなさい。右だそうです、申し訳ございません。右、左、右のトンで、最後、左から、こう、頭の上を通すように。で、また右の頭の上を通すようにして、また最後正面に持ってきて一曲が終わりです。そしたらまたさっきのここのこの動きの繰り返しになります。あ、ちょっと踊るの難しいなって思う人も、踊っていれば自然と覚えて踊れるようになると思うので、ぜひ今一緒に踊っていただければなと思います。
はい、じゃあですね、今から曲をかけて実際皆さん踊っていただきますので、ぜひ皆さん立っていただいて、このパイプ椅子の周りですね、こう縦長の大きなこう円になるような感じで動きながらやっていきたいと思います。どうぞ皆さん参加してください。大きくね、後ろまで伸びていただいて、長い丸になるような感じで円を描いていきます。
ました。昼も楽しく花笠まつり第2部開催したいと思います。さあ第2部はですね、山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんが笠回しの花笠踊りを披露してくださいます。でその後皆さんには青鳥花笠踊り花笠サークルの皆さん指導してくださいますので、はい、ぜひ皆さん踊りを覚えていただいてですね、今日夜の午後6時10分から山形市役所前で和踊りコーナーがございます。そして花笠パレードの最後尾は飛び入りコーナーがございまして、自由にご参加いただけるんですね。はい、ぜひその夜の部にも参加いただきたいので、今日ここで踊りを覚えていただけたらなと思います。さあそれでは四面楚歌の皆さんよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。Oh!
では皆さん、今度はご指導いただいて、ぜひ皆さんにもですね、成長花笠踊り覚えていただきたいなと思います。花笠ファンお持ちでない方いらっしゃいますか？この花笠の傘の、これお持ちでない方いらっしゃいますか？手を挙げていただくとスタッフ、あ、はい、私に行きます。はい、スタッフに、はい、ありがとうございます。はい、お持ちでない方いませんか？と、あ、はい、前にもいらっしゃいますね。はい、前にいらっしゃいます。はい、山形大学花笠サークル四面楚歌です。皆さん手拍子で一緒に盛り上がっていただいてありがとうございました。これから皆さんで一緒に成長踊りという踊りを一緒に輪になって踊るので、簡単に踊りの説明をしたいと思います。まず花笠を上に上げていただいて、最初は花の裏が見えるように、で、thank you.
大変お待たせいたしました。これより最終日となります昼も楽しく花笠まつり開催したいと思います。まず今からですね、山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんが豪快な笠回しの花笠踊りを披露してくださいます。その後四面楚歌の皆さんに清張花笠踊りの指導をいただきますので、ぜひですね皆さん踊っていただきたいんですね。はい、今ねお手元に花笠、ミニ花笠持ってらっしゃるかなと思うんですけれども、また後ほどお声掛けしますが、持ってないよという方ね、後ほどお配りしますので、ぜひ皆さんご参加ください。そして今日夜いよいよ最終日となりました花笠祭り開催されます。その前にですね、午後6時10分から山形市役所前、わかりますか、このね一本前の通り、ずっと左に行った突き当たりのちょっと手前です、ゴール付近、そこで和踊りコーナーがございます。あとパレードの最後尾、飛び入り参加コーナーございまして、こちらは参加自由となっておりますので、ぜひ皆様ここで踊りを覚えていただきまして、夜の花笠祭りもお楽しみいただきたいと思います。さあそれでは四面楚歌の皆さんに踊っていただきましょう。お願いします。
力強い傘回し、また一味違うね魅力がありました。さあ、じゃあここからはご指導いただきまして皆さんに踊っていただきたいなと思うのですが、まだ花笠ファン手元にないよっていう方いらっしゃいますか？花笠ファン持ってないですよっていう方いる、あ、はい、どうぞどうぞ。今スタッフねお渡ししますので、ちょっとアピールしてください。花笠ファン持ってないですよっていう方いませんか？あ、ありがとうございます。皆さんご協力いただいてありがとうございます。はい、ぜひ遠慮なく皆さんのもらってくださいね。さあ、それでは紙面書館の皆さんにご指導いただきたいと思います。皆さんこんにちは。山形大学花笠サークル紙面書家です。今から成長踊りについての説明をさせていただきます。お手持ちのうちわを使って皆さんぜひ立って一緒に踊ってみてください。とまず最初に傘の花がついている方を後ろにしてと上に上げます。でそこにポンと手を一回打ちます。そしたら次に花がついている方を前にしてまた後ろ側をトンと一回叩きます。これを4回繰り返します。1回2回3回4回、4回やったら傘を前に出します。そして左右と傘を払っていきます。そしたら右側から2回前に右と出します。その次に今度は反対側に、あれ違う、最初左側に出して次に右側で右と2回出します。そしたらちょいちょいで上に上げます。で右左と左右を向いたらトトンのトンと膝を叩いてください。そしてもう一回トントンと2回叩きます。その時ぜひ前に進んでみてください。そしたら右に最初傘を払っていきます。そして1回転するんですけど、右回りで右左と払いながら左3回払って前を向きます。そして最後に左から右に肩にこう乗せて動かしていきます。左から右、今度右から左と傘を肩に置いていきます。これで1曲終わりです。それでは皆さんでぜひ踊ってみたいと思うので、このパイプ椅子の周りを囲むような感じで丸くなってぜひ踊ってみてください。はい、皆さんここに長い円を作ります。長い円を作ります。大きく円作ってください。歩きながら